ようこちっこちこんばんは、タイポンです。はい、ということで今回ですね、次世代選手パックが配布されたということなので、そちらをね、4パック引いていこうかなと思います。4個のアカウントでね、引いていきます。本当はね、もう昨日の朝とかに配布されてたんですよ。けど、なんか、バグかなんかが起きちゃって、本来ね、無謀 がポジション LW なんだけど ST で排出されちゃって違うよねってなってはなんか配布停止みたいになっててもらうのがめちゃくちゃ遅くてやっと今日もらえたんですよ俺めちゃめちゃ楽しみにしてたんでかなりテンション高めですで今日はですね FIFA22 Ultimate Edition のプレゼント企画もやりますのでそのプレゼント企画のね詳細は動画の後半にしっかりお話ししますのでぜひ最後までご覧くださいまずこの実際選手とは何かと言いますと FIFA22 をね1月14日までにプレイするとまあみんなもらえ っていうまあでも1個しかもらえないんだけど、みんながもらえるよっていうパックになります。で、まあメンバーはね、こんな感じになっています。ムム、バッッペ、カマビンンガ、ベリンガムフォーデンプリープチ、テオエルなんですえこの6人なんかの誰か1人人か誰が当たるよっていうやつですまあね、無料で、まあこの中の誰かしらが当たるっていうのは、まあかなり美味しいのかなと思います。まあただ現実的に、もう発売当時からやってる人からすると、まあ使える選手はテオエルなんです。フォーデン、ムバッペ。まあムバッペもね、ちょっとね、超強いかって言ったら、ちょっとそうでもないんですよね、ぶっちゃけ。 まあでも手オれなんでスが一番やばいかもしんないですね当たったらまあでもムバッペ欲しいっす正直カバー選手なんでまあ弱くなってるとはいえ多分ムバッペはムバッペなんでまあ当てたいなと思いますじゃあ早速次世代選手パック引いていきましょうまずこれはねなんかよくわかんないアカウントですそれじゃあ次世代選手引きましょういやちょっとね楽しみだな誰が来るのかまあフランス来たら結構熱いかもしんないねフランスかもアメリカアップリシッチじゃんこれ フリシッチは多分この中だと割と上位でいい方だと思う。さあ次のアカウントやってきました。これはね、FET United のアカウントかな。それじゃあいきます。フランスかも。ムバッペテオ。ムバッペテオ。ムバッペテオ。どっちかフランスシムおぉ、カマビンガですね。カマビンガねー。 強いよ、普通に。髪が82のカン,ビンガが使ったことあるんですけど、普通に強かったんで、多分もっと能力上がったら強いんですけど、まあ81でもまあ全然いけるかなと思います。それじゃあ次はこれ、無課金アカウントの方ですね。まあこのアカウントは普通に試合とかもするから、ちゃんと当たってほしいです。なんでムバッペかテオか、よろしくお願いします。次世代見せてくれよ。俺に次世代を。フランスフランスがいいよフランスいいね !LW! パリームバッペ来たはははは LW って何だと思ったけど、そうだ、LW 修正されたんだ、ムバッペ。やったよ。いや、このムカキンアカウントね、めちゃくちゃ、なんか、運がいいんですよね。来ちゃったよ、ムバッペ。嬉しいんだけど、普通に。<laughs> マジかよ。 ありがとうございます。このアカウントちょっとね、リーグ1に愛されてるのかもしれないんだよね。アベリペもいて、ムバッペもいるって、ここも緑で繋がるからね。最高じゃねえか。さあ、メインアカウントやってきました。こっちのね、アカウントは本当にね、まあ、総合的に見て、運が死んでるんですよね。いや、マジでちょっとこっちで欲しいっすね。手をムバッペ。フォーデンはいらないんだよね。フォーデンね、持ってんだよ、もう。86の強いやつ。まあ、こっちのアカウントもね、ちょっと力強い運の方を期待します。それじゃあ、引かせていただきます。よろしくお願いします。フランス カモンフランスカモンフランスフランスフランスカモンフランス,ンランス l w n か カマビンガ8人の持ってるんですよね、ワンツーウォッチ。いやじゃない方を引いちゃったな、こりゃ。カマビンガには申し訳ないけど、君のね、もう一個強いやつ持ってるんですよ、俺。こんなもんでしょう。はい、ってことなんで、皆さん、ここまで見ていただきありがとうございます。まあ、冒頭にも言った通りね、今回は FIFA22 アルティメントエディションのプレゼント企画を行いたいと思います。まあ、今 FIFA22 始めたら、この、NEXT GENERATION 選手、実際選手が、まあ、もらえるということなので、まだね、FIFA22 やってないよって方とかにもちょっと、プレイしていただきたい。FIFA22 マジで面白いので、で、今回はですね、何 名様にプレゼントするのかというと今回はですね5名様です 5人で、応募方法は簡単です。なんか別に、あの、初見の方とかでね、このチャンネル登録してくださいとか、か高評価してくださいとかもそういう許容は一切しません。まあ、してくれたら嬉しいなぐらいですけど、応募方法は、この動画の概要欄に応募サイトを作りましたので、そちらに回答していただくだけです。で、その回答もめちゃめちゃ簡単。ニックネームと、えー、連絡可のなメールアドレスと、えー、好きな番号1から100。これね、ちょっと抽選の時に使う番号なので、番号だけを書いてください。前もね、プレゼント企画でこの番号だけやったんですけど、番号以外のも書いてる人がいたので、それはね、抽選 から外れちゃいますので、えちゃんとね1から100好きな番号でいいです。その番号を書いてくださいで。応募方法はたったそれだけです。で、この応募期間がねちょっと短いんですけど、えー、本日から12月の19日、えー、23時59分までとさせていただきます。で、当選発表がもう次の日の12月20日このチャンネルのコミュニティで発表します。で、当選者にはね当選メールとともにこのゲームコード、えー、っていうのを送ります。なのであのパッケージじゃないです。ダウンロード版となります。で、これ1人1回までの応募とさせていただきます。で、これアルティメットエディションなのでね、プレイステーション4でもプレイス イ5でも遊べますしプレイステーション4しか持ってない方でプレイステーション5ゲットしたよって方はそのままプレイステーション5無料でね f i f a 22遊べますので、まあ、当たったらねかなり激アツなんじゃないかなと思いますでなるべくねこれちょっと f i f a 22持ってる方に当たっても意味ないのでしかもまあダウンロード版なんでね f i f a 22持ってない方ぜひ応募の方よろしくお願いしますはいプレゼント企画に関しては以上となりますまあ当たらなかったとしてもね f i f a 22面白いのでもうご自身で買ってくださいはいもうお金出す価値全然ありますとりあえずこちらのプレゼント 企画たくさんのご応募お待ちしております。はい、ということでね、こちらね、やはり感謝動画を投稿しますの、ね、で、良ければチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パウニャー